回紹介していくのはソニー新型ブラビアシアター U ってですね、ネックスピーカーになります。そもそもこのネックスピーカーのメリットってどんなところにあるのかっていうところですね。でまず一つですね、周囲に気を使わずに迫力のサウンドを楽しめるっていうところがあります。次のメリットが常にベストポジションで音を聞くことができるっていうことです。ここから鳴ってます。なので立ち上がってですね、こんな感じで移動しているわけですけども、移動してもですね常にここから音聞こえますので、部屋の中で移動しながらちょっと飲み物を取ってきたりとかですね、そういった形で動いても常にいい音でコンテンツを楽しむことができます。ではですね、ちょっとここから実際に使ってみてのですね感想をちょっとお伝えしていきます。まずですね、感じたのは中高域がですねかなりクリアだなっていうところですね。この人の喋り声とかセリフがめちゃくちゃねクリアに聞こえます。この映画の静かなシーンとかでの人の声がねめっちゃ聞きやすい。でさらに広域もクリアなので、シャカシャカした音とかですね、銃撃戦の広域の部分とかもですね、まあ、かなり迫力があるというところ。でその上でもちろん重低音低域もですねしっかり出るんですね。ゲームもですねもちろんできるんですよ。 Bluetooth でもいけるんですけど、映画とかアニメであれば遅延はね、全然気にならずにですね見れるんですけど、ゲームはさすがにねやっぱりシビアにですね、レスポンスよく使っていきたいので、この PS5 があったら、これ実はね有線接続対応してます。 PS5 のねコントローラーに接続もできるし、他のゲーム機とかですねパソコンとかに接続したりとかもできますので、遅延を少なく使いたいときは有線接続をしていくと OK です。装着感ですねめちゃくちゃ軽いです。やっぱりネックバンドがですねすごい細くなったっていうことで、この肌にこの当たってる部分に関してもそんなに違和感なくですね自然にフィットします。マイクも搭載してます。なので PC とかスマホに接続して、通話をするとか、このウェブ会議で使うっていうこともできます。はい、ということで、今日はね、初めて、ネックスピーカーというものをですね使ってみたんですけど、リアルな感想としては、基本的にやっぱりですね周囲への音漏れですね、これを気にせず爆音で、映画でもゲームでも楽しめるっていうところ、ここはねやっぱりポイントだと思いますし、今回は、やっぱり2人で楽しめるんで、友達とか夫婦とかですね2人で同じコンテンツを爆音でですね楽しめるっていうところも楽しいと思います。マンションの隣の部屋の人とか、周辺のこの家族とかにですね、音漏れあんまりせずにですね爆音でこのコンテンツを楽しみたいという方ですね、非常に楽しく使える製品かなと思います。ということで今日こんな感じで以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。